1対0で勝利した前節水戸戦を本当にいい勝ち方と語った張雨霏寂監督。開幕11連勝で首位を独走する湘南ベルマーレ、上位対決といえどすでに勝ち点差13、4位栃木 SC を迎え撃ちます。序盤からペースを握った湘南、8分にはセットプレーからのロングボール一発でゴールに迫ります。このチャンスですよ。シュートに行く、そのまま入った、入りました。そのまま追っていきました。湘南ベルマーレ先制ゴールは藤田誠也、今季初ゴール。セッターこぼれ球のところですね、非常に反応早かったですね。そうですね、あっという間に前半藤田誠也の先制ゴールが決まりました。湘南ベルマーレです。ファーストシュートで先制した湘南に対し、栃木も24分に最初のシュート、はい、出て今度湘南に決まった、同点ゴール。近藤の素晴らしいゴールが決まりました。重松、セヌマ、そして近藤ですかね、はい、ここは今非常に栃木としてはね、狙いのある攻撃をね、しっかりとツートップでボールを下げながら、まあ、前節と同じようにセヌマから近藤へのパスを ね、近藤の2試合連続ゴールで追いついた栃木は31分、再び近藤が、今度は頭で狙いますがこれはゴールならず。ピンチをしのいだ湘南は40分、ルーズボールをキープして怒涛の攻め上がり。栃木も踏ん張る、抜けましたよ、ただこう抜けていった、ラストパスが出るか、戻してチャンスだ、人数がいる、シュートにクロスバーを叩いた、絶好のチャンス大槻。今エリア何人いましたかね、こちらフリーが2人ぐらい手前にもいましたけれども。さらに43分にはフリーキックを獲得、キッカーは長木亮太。うわ、決まった、セットプレーでもう勝ち越して2対1湘南ベルマーレ。長木のゴールは7試合ぶりとなる今シーズン3点目。湘南が前半終了間際に再びリードを奪います。後半に入っても先にチャンスを迎えたのは湘南、またもセットプレーから栃木ゴールに迫ります。右直しとフリーキック、決まりました、こぼれた、まだあるか、いや非常にやらしいところに蹴ってきました内田。斜めに動いたのは竹富選手ですかね、まずいやね、いいボールだったですね。そうですね、今ファーストでまだポスト、その後もそれこそ菊池雄介触ればそうですね、いいボールだったですね。1点を追う栃木も61分、アウェーで3試合連続ゴール中のセヌマが振り向きざまにシュート、しかしディフェンスに当たりゴールならず。湘南は75分に決定機、右サイドのスペースに抜け出した菊池大輔のクロスに竹富がヘッド。さらに79分のコーナーキック、ミサオが蹴ったボールに途中出場のウェリントン。中盤は互いに激しい攻防を繰り広げ、87分には栃木にチャンス。さあ足元入った、大久保だ、大久保、今度はキーパー秋元がセーブ。両チームのキーパーもさすがとセーブ率上位というところを見せています。1点を争う拮抗したゲームは最後までハードワークを続けた湘南が勝利、これで開幕12連勝です。